お便り会でございます。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあこちらからいきたいと思います。はい。はじめまして。はじめまして。たらもと申します。たらも。たらも。たらもさん、ありがとうございます。はい。先日ふと思い出した不思議な夢についてお話しさせていただきたいと思い、お便りしました。はい。もう20年近く前のことです。ある日、初めて訪れた店で、ベージュのジャケットを購入しました。うん、一目惚れでした、うんうん。しかし家に帰ってみると、どこが良かったのかさっぱりわからないのです、うん。見た瞬間からあんなに欲しくて欲しくてたまらなかったのに。結局値札を外すこともなく、そのままクローゼットの奥に押し込んでしまいました。へー。それから数日経ったある夜のことです。うん、夢に三輪明宏さんが現れ、こうおっしゃるのです。はい。ねえ、あなた、この間買ったベージュのジャケットね、あれ良くないわよ。え？面食らっている私に向かって、さらに三輪さんは続けます。はい。新品なのに、ポケットから糸くずや紙くずがたくさん出てきたんじゃない？うん。私が袖を通しもせずにしまい込んだ音を伝えると、ならよかった。あれ持ってちゃダメよ。良くないものだから。処分なさい。いいわね。と。翌朝、なんか変な夢見たんだけどさ、と家族に話すとみんな笑って、本当にゴミが出てきたりして、とからかうものですから、うん、そんなわけないじゃん、と私も笑いながらクローゼットからジャケットを取り出し、ポケットに手を入れると、うん、出てきました。内ポケットから、細い糸くずのようなものと、どこかわからない外国の文字が書かれた紙を細かくちぎったようなものが。それもうっかり入ってしまいました。とはとても言えないくらいの量で、うん、みんな一瞬で青ざめ、そのジャケットはすぐにゴミに出しました、うん、あれは一体どんな偶然だったのでしょう。ちなみに三輪明宏さんの番組を見たりしたことはありますが、特別ファンというわけではありません。夢を見たのも初めてです。ずっと忘れていたのになぜか不意に思い出しました。撮っておいたら林さんにあげられたのに惜しいことをしました。本当ですよ。長々と失礼いたしました。読んでいただきありがとうございます。はい。タラモさんのね、不思議体験。すごく。ベージュのジャケット。ファンでもないのに出てきたんですね。なんかすごいファンだったら出てきてもおかしないかなと思いましたけど。ね、でも、20年ぐらい前なんだよ、これ。うん、20年前ぐらいってあれやってたかな？オーラ？オーラの泉ってそんな前？もう。ぐらいじゃない？そんなことないかな？オーラの泉って、そんな前？いや、わかんない。びっくり。ちょっと調べようか。僕、オーラの泉って。2005年。あ、じゃあもう15年も16年も前？そうだね。だから、じゃあ20年前で約。そんなに、まあまあ。うわ、驚き。そっちの方が驚きだわ、今。マジで？いや、だから俺、それの影響で、なんか、出てきたのかなとか一瞬思ったけどね。かなり人気ありましたからね。でも、あの番組ね。ちょっとだけずれてるから、違うかもしれないね。でももう16年も20年も変わらんと思うよ。うん。俺ももう、ざっくりだよな。7、8年前でも約10年って言っちゃうもん。うんうん。うん、だとしたら、三輪さんがなんか、いいことしてくれた感じよね。うん、夢の中で。そうっすね。これなんだったと思う。なんか、引き寄せられてるよね、多分。ものに。そうっすね。その、誰それが出るっていうのは、うん、誰それが出る、すっごい、例えば夢の中に。うん、ああ、はいはい、そういうことね、うん。奥さんは佐々木希さんの夢をね、うん、見るんですけど、うん、それは美の象徴やと思ってるんですよ。女神だと思ってるんですよ。うん、奥さんは、はいはいはい、佐々木希のことをね、うん、佐々木希さんのことを、うん。だから出るんですけど、うん、あんまり興味もなく、好きでもないのに、出てきて、うん、なおかつ忠告もしてくれるってね。うん、何なんだろうと思いますけどね。多分、でも、寝る前にどっかで見たんでしょうね。で、ねえ、なんかその記憶残ってて。そうかなって思っちゃうけど。で、俺、本人気づいたのかなと思ったんだよね、あの。誰？本能的に、うん、このジャケットやばいっていうのが、まあね。家に帰って冷静になって分かって、うん、よく分かんないけど、これ着たくないって思ったんじゃないかなって思って。うんうんはい、で、それを、記憶に残ってた三輪さんを、うん出すことによって、はいはい、なんか自分の中で整理つけたというか、うん、横に江原さんいなかったのかな分かんないけど江原さんかもしれないしこの人が江原さんが送ってきてくれてるだとしたら自分でなんとかできそうな感じだけどね普段結構
ジャケット着てますもんね、うん、着物のじゃないですもんね。ベージュ、ベージュ、あんまりベージュのジャケットってあんまり着てる人見ないな最近。あとよくわかんないバンダナしてるの見たことありますわ、江原さんが。バンダナ、バンダナ頭に、うん、バンダナしてた。最近じゃないそれ。そう、最近、そうだよね、うん。なんか俺もお掃除おばさんみたいな格好してんなって思った時あったわ。そう。なんでこんな格好してんだろうみたいな。なんか、すごい色の薄いバンダナしてた。うん。あったあった。そうですね。それを覚えてる俺も。いや、江原さんの話やから、それ。もう。美輪さんね。美輪さんね。でも美輪さんやっぱり本当になんかいろんな人に影響を与えてるらしいですよ。なんか会ったこともないけど、うん、芸人さんでなんか美輪さんの、なんか、ミワさんのなんか夢みたいなのを見てたら、うん、実際に数日後にミワさんと、うん、あの、局の前で会ったとかっていうのもあったしね。はい、あったし、あと、心霊で悩んでるオタクが、ものすごいミワさんのこと大好きで、うん、それも夢に出てきて、霊のことを忠告してくれたからって言ってた。へぇ、うん、ちょく出てんだ。ちょくちょく出てますね、ミワさん。ディスマンみたいな。そうですね、夢の中に出てくるっていうね、いろんな人の夢に出てくるっていう、うん、しかもいいことだっていうね。紙くずなんでしょうね、あとね、外国の文字で書かれた、うん、内ポケットに、しかもちょっとならわかるじゃん、古着とかならさ、うん、ね、だけど大量に紙くずが入ってるって、はい、気持ち悪いよね。気持ち悪いよね。うん。なんか一回洗ったとかってわかるんですよ、値札かなんかかなとか、ね、なんか何回入れててそこにね、うん、無意識なんですけど。っていうかさ、大体お店の人気づくじゃん、その量なの、普通。気づく。ってことは、俺、販売中に入れたんじゃねえかなと思ったんだよね、誰かが。あ、それはもう店の人関係なく、そう。無差別である人が入ってきて入れたってことね。そうそうそう、なんか隠したとか。うんうんうん。わかんないけどね。それありえますね。なんか変な、だって。店の人が入れるわけないもんね。でしょ、うん、気づくし、あと。うん、そうそう。売る前に。うん。ちょっと気持ち悪いなと思ったという感じでございますけど。面白い。いいお便りですね、これね。はい。じゃあこちら行きたいと思います、はい、都市ボーイズのお二方、奥様はじめまして、オカルトネームブックマンと申します。ブックマンさん、ありがとうございます。少し長くはなりますが、私の警備員時代に体験した事件簿を聞いてください。おもろそう。私が万引き G メンとして書店を警戒中、50代の男性が立ち読みしている女子高生2人の背後に佇んでいるのを発見。うん。男性はカバンを持っており、女子高生の背後から足元へカバンから飛び出しているサイドポケットを近づけては離す行為を繰り返していました、うん、不審に思い通り過ぎて確認すると、カバンのポケットには小さい穴が開いており、録画の赤ランプも確認できたため、盗撮と犯行を確信し声をかけることにしました、うん。通常、痴漢や盗撮を検挙する際は現行犯であり、かつ被害者の協力が不可欠であることから、被害者と加害者を同時に声掛けしなければならないため、うん、店長と相談し、犯人の犯行が行われる瞬間に私が録画状態のカメラを確保し、証拠隠滅を防ぎながら犯人へ声掛け、女性店員さんに被害女子高生を保護してもらう段取りを整え、実行に移しました。大変やな。かなり暴れたため、警察テレビ番組ばりの逮捕劇を行い、うん、事務所へ連行し、無事に警察に引き渡すところまで進んだ時に事件は起こりました。怖い怖い。被害者の女子高生2人のうち1人がやたら帰りたいアピールをするので、うん、盗撮に気づかせてしまったばっかりに嫌な思いをさせたなと思っていたのですが、うん、警察が事情聴取をし始めて理由が分かりました。何？なんと、帰りたがる女子高生 A は50代男性盗撮犯の実の娘だったのです。うわ、このうわ、この状況で一番困惑しているであろう被害者女子高生 B は泣き崩れ、うん、盗撮犯と親子関係の謎の女子高生 A も泣き崩れ、うん、事務所の一室が修羅場に変わった瞬間でした。怖。盗撮された女子高生 B は友達の父親を訴えるという状況が発生し、うん、パニックになっているところに追い打ちをかけるように心配した被害者 B の母親が到着、はい、被害者女子高生 B の母と盗撮した男性は顔見知りと分かると、うん、もう修羅場を越えて地獄絵図でした。顔見知りなんだ。
その後、警察署で詳しい話をすると決まり、地獄絵図は移動してしまったため、申し訳ないですが、修羅場がどうなったかはわかりません。しかし後日、実況見分調書の作成に同行すると、なんと女子高生 A と盗撮お父さんが同時に現れました。こと、うん、の顛末は、娘は共犯であり、同級生を犯行現場へ誘い、立ち読みなど会話に集中させて父親に盗撮させ、万が一犯行がバレても娘が説得して無視しようと促すことで犯行をさせやすくしたとのこと。マジで意味わかんないわ。まさか私のような第三者に捕まることは想定してなかったと思われます。うん、長くなりましたが、以上がブックマン事件簿の1ページとなります。うん、修羅場シリーズ、恐怖シリーズ、たくさんありますので、また送らせていただければ幸いです。ブックマンシリーズの1ページ目になりますね。いいですね。伝説の始まりっぽいな。怖いな。うん、トシボーイズの動画は、着眼点が他とは被らないので、新鮮な気持ちと驚きがあり、興味深く拝見させていただきます。これからも楽しみにしています。厳しい世の中ですが、ご自愛ください。ということでいただきました。はい。ブックマンシリーズ始まりました。始まりましたね。楽しみだな。定期購読しよう。これすごくない？これさ、なんで撮らしたの？B のパンツは。何個か思いつくけど、うん、お前は何と思った？で、仲いいんでしょ？A と B は。友達、女子高生でしょ？うんうん、仲いい。なんで撮らしたの？俺もう一個も浮かばないんだけど、撮らせる理由は。俺は最初に思ったのは、うん、販売してんのかなと思った。パンツの動画を、うん、盗撮物をお父さんが販売してて、うん、それでお金を結構稼いでるから、はい、そのビジネスパートナーとして娘を使ってたんじゃないかなって思った。うん。いや、うんじゃなくて。いや、そうなんだけど、うん。それ以外だってあんまりなくない？なんか泣き崩れるかなって、それだと。どっちの子が？その。A の子が。A ね。自分のお父さんが盗撮している。バレた時に泣き崩れるかなって思うんですよね。いや、もう終わったって思ったんじゃないの？終わったっていう意味で泣き崩れたのか。すべて終わったって思ったんじゃない、うんうんうん、そういうことね。だって、絶対その後もバレるもんね。だってこれが初犯じゃないもんね、絶対。まあね、このやり方だとね。だって、完全に作られてるもんな。そうそう。撮るまでが完璧ですし。ってことは、だからやっぱり、やり慣れてる。うん、やり慣れてはいる。よくあのさ、一時期流行ったあの、うん、痴漢を、ああ、女子高生が、うん、まあ、要は、はいはい、なんていうか、おとりになってというか、うん、自分を、まあ、おとりにして、最悪よな、あれね。ね、うん、示談金を取るっていうようなのが結構流行った時期ありましたけども。だから、助けたやつと、痴漢されたやつってなんかグルで、そう、グルで、おじさんをはめて金取るってやつね。そう。あったあった。だからそれにちょっと近いのかなっていう俺はイメージをしたね。はいはい、よろしくないなと思ったけど、うんうん、でもこれさ、自分も多分取られてるじゃないのかね。2人分いける受け込んじゃうんじゃないかな。2人分パンツいける。まあそっか、1人分だけか。まあ魚眼だったらいけるか。いや、そのあ、でもそうか、うん、やる前からのね、臨場感みたいの出すんだったら多分、うん、でいきなりパンツのドアップ見せられても意味わかんないじゃん。あ、まあそうか。後ろからついていってってことか。そうそう。うんうんうん、見方もできないと思うから。はいはい。なぜしたらやっぱり、なんかよく見てるみたいですね。あれだと思います。あなた、そういう映像を。一般常識として。一般常識考えて、こんなもん。そうだろうなと思ったんですよ。確かにさ、前さ、もう亡くなったけど、新宿の大きい通りのラムタラが2点あったのよ。はいはい。で、今1点残ってるけど、もう1点あったのよ。うん。でそこの、もう潰れてしまったラムタラの方って際どい DVD たくさん置いてあったのよ。そうね。例えば玉蹴りつでね、男性の玉蹴るだけのやつと、ね、うん、あと女の人が坊主になるやつとか、うん、金蹴りね、金蹴りだ、うん、あと髪ただ丸刈りするだけの、うんうん、性交渉なし、どっちも、うんうん、あったけどさ、潰るだけとかね、俺はさ、うん、なんだこれむちゃくちゃだなーって言ってたら、これ人気あんだよって言ってさ人気あるやつを教えてくれたのよね、俺に。そうね、今思えばさ、うん、何回も入ったことあるやつじゃないと分かんないな。いやいや、そんなことないよ。なんとなく分かるでしょ、それ。分かんない。それぐらいは。俺、金蹴りあと人気あんだよ、みたいな。あと、女性がヘを描くやつ、これも人気あるね、って言ってて、なんで分かんねんって、そういや、思うわ。今思ってたら。分かんないですけど。そういう際どいところに売ってるってことよね、こういう、
の、まあ、ネットとかね。もうネットだろうなと思うよ、その、そうよね。素人ものの、はいはい。投稿とかね。うん、投稿動画ね。うん。マジでだってね、えぐいぐらい稼げちゃうものあるからね。聞くね。うん。僕も、撮ってる人、まあ、それは、素人っぽくして、実は話し合ってちゃんとってやつ、いるんすけど、記事ね。そう、なんつったかな。なんとかつ、その配信サイトで配信しててかなり儲かってるんですよ、その人。FC2 とか、そういうやつだろうな、多分。いや、だから多分手伝ってたんじゃねえかなと思う。お小遣いになるんですね。とんでもない額を、ね、小遣いでもらえんなら、やりかねないなと思うよね。どっちから言ったと思う？お父さんと？誘ったの。あー、それはわかんないなー。でも俺お父さんの趣味がバレたところから始まったんじゃないかなと思う。女子高生もみたいなやつを見てて、DVD かなんか見つかって、うん、私ちょっと用意するからこれやったらこれやってみようよってなったんかな。うん、確かにね。娘から言いづらいか。だって、お父さんから娘に声かけるのきつくない？きつい。だから娘やろやから言われたんじゃねえかなとかちょっと思ったけどね。うん、もしお父さんから娘に言うタイプだったら多分それじゃとどまらずに体売らせるよな。そうね、うん、そうか、うん、娘から言うか、その程度で終わってんのは。そうそうそう、ただパンツ取るぐらいで終わってんのは。で別にさ、その被害がなんかあんまりね、うん、分かんないじゃん本人が、まあ、そうそうね、っていうことで多分そこまで悪いと思ってないんじゃないかな。最低だな本当に。ただブックマンのこの証言、うん、そして、その赤いランプを見たね、うんうん、レックのボタンを見つけたっていう、だから、やる男ですよ、ブックマンは。いや、そうよ。本当に一つ潰してんだから。ブックマン、今後も期待したいと思います、ね。これは2、3ページと、なんかデアゴスティーニみたいに、月1回とかで出してほしいですね。うんうん、いや、面白いと思う。面白い、すごく。いいと思います。素晴らしいです。伏兵が現れましたね。ね、いいですね。はい、これなんか、急に現れたな。結構でも、お便り、はい、お便りグランプリ始めるとさ、うん、結構伏兵で始めるよね。そう、出る出る。すげえ人、急に出てくるってパターンあるよね。うん、あるある。初めてメールいたします。宮城県在住30歳男性、はい、コシスケと申します。コシスケさん、ありがとうございます。昨年、島田秀平さんの YouTube でお二人を知って、以来ドハマりし、嬉しい。それ以来 YouTube チャンネルとブログからポッドキャストをすべて視聴いたしました。ありがとうございます。耳が開いていてイヤホンをはめられるときはほとんどトシボイズさんの番組を聞いております。嬉しいな。オカルトの配信もさることながらお二人の仕事感、人生感も大好きです。はい。2019年7月31日回、俺はまだ本気出してないだけじゃねえ、本気出せ。ただ怒っているだけの回です。は、リンクを保存して仕事で行き詰まった時などに聞いて気合を入れております。あったね、懐かしい。それを結構確かに言われるわ。あ、そう。怪談師の方に言われる。怪談師に言われるの？あの回私聞いて、震えて、もっとちゃんとしないかんなって思ったんですよとかって声かけられる。確かに、あの回は。これまでお二人メールを送るような体験がなく、サイレントリスナーでしたが、はい、たった今、初めての金縛りを体験いたしましたので、勢いでお送りしたいと思います。内容としては数々送られているもの、すごい体験比べたら何でもないのですが、お読みいただけますと幸いです。はい、流れを説明いたしますと、昨日の23時頃に秘密クラブの会員配信を聞きながら寝落ちし、今朝の4時頃に目が覚めて、見れてなかった岸本さん一コアお誕生日配信を見て、漫画アプリなど、読みながらまた寝落ちした時のことでした、はい。私は夢の中で狭いカラオケボックスの個室におりました、うん。室内は三角形で薄暗く、すりガラスの窓が一つ。部屋の壁は一面なぜか古いタイル張りで座席は一つ、うん。まるで風呂場にカラオケがあるだけのような場所でした。テーブルの上にマイクと電木があって、そこに私は一人でポツンと座っており、はい、しばらく大好きな千秋直美さんを歌っていると、いいっすね、急にすりガラスの窓の方が眩しくなったので、驚いてそちらに目をやりました。すりガラスの向こうに、窓枠いっぱいに一人の人間の顔がぴったりと張り付いていました、うん。長方形の窓の中心に顔のパーツが集まり、マツコデラックスさんの化粧していない顔に似ていました。いい、はいはい、わかりますけど。光りながら輪郭が四角から逆三角形になり、無表情なまま目玉だけがぐるぐると動いてこちらを覗き込んでおりました。怖いね。
夢の中のことであり幽霊などではないと分かっておりましたが、めちゃくちゃ怖くて、逃げようとするも体が動かず、その時に初めて体が動かず金縛りにあっていることに気がつきました、うん、お二人の番組の中で小指からちょっとずつ動かすと金縛りが解けるというのは聞いていたのですが、うん、その時はパニックになり無理やり踏ん張って持っていたマイクで窓を叩き割ろうと小指というか全身にぐっと力を入れました。しばらく腕に力を入れていると少しずつマイクが動き始めました。そのタイミングでパッと目が覚め、自室にいることを自覚しました。しかしまだ金縛りが解けておらず、夢の中と地続きの感覚で全力で力を入れて右腕から徐々に解けました。話には聞いておりましたが、夢の中の体験なのにものすごい疲労感で今も肘がちょっと痛いです。今月は自分的に忙しく普段の、半分の休みしか取れず疲れが溜まっていたことも原因かもしれません、だらだと長い文章になってしまい申し訳ございません、今度メールするときには小学校の頃に経験した不思議な駄菓子屋の話を送りします、これから肌寒く体調崩しやすい時期になりますのでお体ご自愛ください、はい、ということでいただきました。こしすけさんね、夢の中で金縛りって俺一回もないけどね。面白いね、これ。うん、俺、夢の中で金縛りが、現実に金縛ってて起きるっていうのは、あんまり聞いたことないパターンだなと思って。うん、なんか、それこそトロサーモンさんじゃないけど、続行っていう感じがして、ね。そうね。起きても。てか、結構絶望感あるなと思ったよ、その時。だって、もしかしたらさ、その夢の中のカラオケでね、うん、ちょっと見られてたその目が起きてもどっかで見てんのかなと考えちゃうじゃない？ねえ、すぐ動きたいよね。うん、そう。怖い。でも動けないっていう。怖い怖い。この人結構荒いよね。荒い。あの、小指ダメならマイクで窓ガラス割ってやろうっていう。うん、いきなりそこ行くっていう。だって夢って分かってないですもんね。うん。その時は。だから その発想がやっぱり。で、それに力を入れすぎたために、あの肘痛めてるっていう、うん、そうそうそう現実世界で、うん、怖っと。すごいですよね。なかなかだよねこれ。夢の中でやったことがで肘言わしてるって。肘いかれちゃった、ね、自分のあれで、うん、それぐらいの勢いで人をやろうとしてるってことだ。振りかぶってね。怖っと思って、うん。だから正義のためなら人を殺めることができる人なんだろうな。いやいや、そうですよ。そうですよ。間違いないと思います、ね。いやね、うん、そんな感じ。でもそれは本当あなたの正義だからいいんですけど。まあ、まあ実際俺もその状況になったらやりかねないと思うし。やりかねない。怖いからね、うん。うん。それ、その状況になった時、うん、その、夢じゃなくて、うん、リアルに、あはいはい、そういう変な得体の知れないものが、うん、こっちを覗き込んできた場合、はい、どう行動する？それってどれぐらいの時間？ん？時間？うん、時間っていうのは、その一瞬？それとも数分？数分。動画撮る。まあまあそうか。うん、100%。そこになる最初に。そう、一瞬だったら無理なんで、ただ一瞬だったらもう睨みます。見てもうこれ自体をちゃんと頭で覚えて、うん、絵にして言葉で伝えれるようにしないといけないから、うんうん、すっごい見ると思います。なるほどね。数分なら動画確率に撮ります。うんうん、写真と。自分に危害を加えようとしてきたらどうする？撮る。撮るって大丈夫なんだそれ。うん、撮れる余裕ある。物理的に？うん。あの殴ろうとしてだから、そうそうあっちが、うん、ドア開けて襲ってくるみたいな、うん。あ、それは撮らないな。状況。人コアは撮らないですね僕は。心霊は撮るけど。人コアか分かんないよでも。そうか。その時点では。うん、ただうわーって来られたら撮ると思う。最初撮っててだから、うん、で開けて普通にただただ怖い人やったら、うん、普通にレックは消します。怖いんで。その後どうする？要は選択肢としてやられるかやるかしかないと思うんだけど、うん、俺そうね。だって絶対伝わらないもんね。そうこっちが言いたいことなんて。俺やるのよ絶対。やる？マイクで多分ぶん殴ると思う、うん、俺やらないと思う。やられる？やられると思う。ああ、そっか。うん。あんまやっぱ手上げらんないと思う。いざっていう時。うん。ああ、かな。固まっちゃうと思う。いや、俺もまあわかんないけどね。できるかはわかんないけど。ほら、振る、なんか暴力振り慣れてるから。違う違う違う。そこじゃない。あの、大事なのは。僕はできない。
人間ってだから本当に予定外でその、うん、なんていうか得も知れない状況になった時にどう行動取れるのかなって思ったんだよね、うん、腰抜かして僕はもう後ずさりして殴られると思う。でもさ、ね、録画する余裕はあるわけじゃん。霊だったらね、うん、人は怖いけど僕霊もでも襲ってくるやついるでしょ。暴力まで暴力とか、まあ、いるわ、うわーってくるみたいな、うん、いるいる取る取れんだそれも、うん、それは全然怖くないそれはいけるんだ。全く怖くない。うん、なるほどね。ただ人はもう本当に僕苦手なんで、うんうん、そもそもあの温厚な人さえ苦手なのに、はあ、うん、だからじゃあ自分から攻撃することはない。100ないっす。おやられると思う。それかもうもうスタッフーって言うと思う。いや、まあ、まあ、カラオケならね。うん。まあ、できると思う。すいませんって言って、なんか、怖い人いますって言うと思う。言うか。うん。大声あげる。まあまあ、そうなるか。体当たりして逃げると思う、そのまま。ああ。うん。もうとにかく。傷つけるとかじゃなくて、うんうん、そっから逃げる。攻撃っていうよりかは。そうそうそう、逃げる。うん。うん、なるほどね。スタッフーって言いながら。いや、これでもどうかな、自分がなってみないと分かんないけどね。でも僕は電木で頭かち割られたことありますけど。そうだね。うん。笑ってましたね。うん。じゃあまあ、死なないレベルなら大丈夫かなって感じ、ね。鏡張りになってたんで血が吹き出るのが見えて、ほんま噴水みたいに出るんですよ、頭。うん。言ってたね、ピューってね。それが、なんかおもろくって、こんな風に出るんやって。うん。だから、とりあえず。余裕あったんだ、そこは。そう、眺めてて、で記念撮影しましたね、自分の。そうそう、自撮りしてたね。そう、散っただけで顔面、うん、うん、余裕ありましたよ意外と。そうなんだ、まあ、でもそれを多分あの2回目3回目のこういった来ないって分かってるからと思います。あの要はその後ね殺しに来る可能性があるんだったらまた変わってたよね。違うと思います、ね、その時にもちょっと待って、いや話し合いするのは分かってるんだけど、うん、今多分話し合いじゃねえけど噴水その時点で出てるから、うん、ちょっとごめん、ちょっと写真撮っていい、写真撮ったんです、うん、あの時は。そうなんだ、うん、絶対に訴えたりとかしないから、うんうん、撮っていい写真って撮ったの覚えてますね。あ、そういうことね。状況証拠って思われたら、またやられると思った。おいって言われかねないから。あの、本当に、あの、警察に出すとかじゃなくて、もうこの瞬間しかないから記録としてて。そうそう。こういう風に出るんだっていうんだけ写真撮らせてって言って、撮って、うんうん。そういう流れだったんだ、あれ。そう、あれはね。びっくりしました。まあ、相当レアケースだと思いますけどね。あそこ掃除した人だからびっくりすると思いますよ。そうだね。うん、辛いな、それ。鏡とかも散ったらけやったし、ソファーとか。それもだから、うん、店員からしたらかなり怖い光景だね。そう、確かにね。意味わかんねえもんな。うん、うん、確かに確かに。っていう、まあ、はい、いろんなね、ちょっとお便り、かなりバリエーション今回ありましたけど。うん、今回も。はい。ちょっとこの時期になってきたんで、はい、盛り上がりそうだっていう予兆がありますね。いますね、はい、はい、なんで、またどしどし送ってください、はい、我々あのツイッターやっております。最新情報などはそちらで見てください、ブログもやっております。過去のアーカイブはそちらで聞けるようになっております。あとトシボーイズメールがございます。トシボーイズ02@gmail.comToshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望、あとお便りですね、ぜひ送ってください、はい、今回の話で生まれたロマンの形跡、何やってんね磨くのはまたの好奇心です。1000回近くやってんね多分。あ、でもこのガナリとか多分300-400回やってますよ。うん、いやそうよじゃないよ、300-400回やってない。1000回なんかやってないよ。詰まるなんてこと絶対あってダメなんだよこれ、あ、まだ未だに覚えられてないな。あ、でもそ、多分岸本さんのやつ僕も覚えられてないから、うん、え、なんて本当もう当ててこないよ俺も。お前楽だからね。あなたの好奇心で生まれるロマンの原石あれちゃうの、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です、はい、イルミナイルミナイルミナ、ありがとうございました。ありがとうございました。私は言えない。